エモヤンの人生ふらりつまみ食い。エモと竹則です。このところ野球は、まあプロ野球も含めていろいろ賑わっておりまして、私も実は4年ぶりに、土日曜は、週末のですね、土日高知に帰りまして、四国独立リーグの高知ファイティングドッグスの一応、まあ、まだ、総監督をやっておりますので、まあ、開幕戦という高知の開幕戦ということでね、まあ、呼ばれまして、まあ、挨拶だとか始球式だとかいうようなことでね、イベントに参加をしていきました。高知ファイティングドッグスと、対戦は愛媛のマンダリンでというチームがですね、まあ、四国は、まあ、ご存知のように4球団ありますからね、リーグ戦をやって、まあ、そこに時々、まあソフトバンクの3軍が来たり、まあ、ジャイアンツの3軍が来たりということでね、プロ野球 NPB も、まあ、かなり協力をしてもらった、リーグが始まっているということでしてね、まあ、数年前から私も、まあ、高知ファイティングドッグスの総監督として、まあ名前は連ねておりますけども、まあ、何かちょっ と直接的なことはできません。で、高知ファイティングドッグスの現在の監督はですね、吉田君といってね、これは彼は何回からソフトバンクにいたり、サマンピッチャーでね、各球団何球団かいた選手なんですけどね、まあ、長いこと高知のファイティングドッグスの選手の面倒を見ていると。それから、まあ、スグロという、まあ、内野手ね、まあ、ジャイアンツにいたり、それから、オリックスにいたりとした、まあ、NPB の、まあ、活躍した選手です。それからもう一人コーチはね、佐藤岡といってですね、彼は佐藤岡三兄弟、ジャイアンツの佐藤岡昌司さんね、ピッチャーやった有名なピッチャーですけども、まあ、このお兄さんか、弟だったかな、で兄貴かな、ちょっと三兄弟いるね、佐藤岡三兄弟ってね。で、この佐藤岡は私と南海時代ちょうど同じぐらいだったんでね、まあ、一番上のお兄さんだと思いますが、まあ、彼も参加をして、ファイティングドッグスの面倒を見てるということでね、まあ、顔見知りがいるということで、みんなそれぞれ、NPB 以外でも、まあ、四国の独立リーグでも皆さんが、まあ、球界のためにね、頑張ってやってるという、まあ、ことでしたんで、ここ2年ほどはやっぱコロナ禍で、まあ、あまり外へ出るなということで、まあ、交流もそんなにできないものですから私も参加をしなかったんですけど、まあ、少し落ち着いたんで、見てきました。で、まあ、しかし、まあ、いろいろありますけども、一つはね、高知から3名、今年プロ野球に入ってるんですね。阪神タイガースにも一人いて、まあ、石井投手ですかな、ほどほど活躍してるし、まあ、あとの残りの2人の選手も、ちょこちょこ出たりしてですね、まあ、そういうことで、まあ、しばらく考えられなかったような、まあ、独立リーグからプロ野球に入って活躍すると、まあ、四国はもともと高知はロッテの角中選手とかね、首位打者も取ったような選手ですけども、まあ、こういった人たちも輩出しているということで、まあ、じわじわ球界では、まあ、存在を認められてきてますがね、まあ、そこで、まあ、独立リーグから夢を持って諦めずにまだ NPB に入りたいと、もう一回チャンスをつかみたいという人たちがいっぱいいますけども、まあ、それはそういう場面を場所を与えてくれているという、まあ、環境がですね、随分、まあ、日本全国できてきたという、まあ、非常に、喜ばしいことだと、まあ、ただ一つ残念なのはですね、そういう土壌が随分できてたにもかかわらず、まだまだやっぱり地方ではね、お客さんの数が少ない。これはまあ、全国でやってる独立リーグもそうですから同じ、問題を抱えていると思いますが、なかなかこう地元の人に根付いてはいるんですけどね、まあ、運営の仕方も皆さんもそれぞれ頑張ってやってますが、やっぱりちょっとスタンドが寂しいなと。で、我々もまあ何をしたらまあお客さんに来てもらえるかなといろいろ考えたりしてるんですけどね、まあ、いろんなアイデア出してもなかなか地元との兼ね合い、それから、資金面の兼ね合いとか、
いう意味では、まあ、お客さん動員していくその独立リーグというのはね、なかなか大変なんですよ。まあ、そこでしかし、まあ、皆さんにぜひお願いしたいのはね、やっぱりどんどん、まあ、日頃オラガチームということでね、各四国なら4県ありますから、4県の地元のチームを応援していただけるようにですね、球場にまあなんだかんだ言いながら詰めかけてもらいたいなと。でそうすることによってね、まあ、プロ野球の OB たちも何か協力しましょうというような体制も、皆さんは一応気持ちは皆さん終わりなので、そういう人たちともこう絡み合ってね、なんとか地方の、野球を盛り上げていきたいというような、まあ、あの思いを常に持っております。まあ、あのいろいろ難しい問題あると思いますけれども、皆さんもぜひですね、 NPB だけの野球ではないと、独立リーグもしっかりやってるぞということをもう一度、まあ、皆さんにぜひね、関心を持っていただきたいなと。で時々またあの独立リーグ情報なんていうのもね、皆さんにあのお伝えしたいと思いますので、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。